は7月7日。一年に一度、愛しいあの人に会える日。織姫！彦星！会いたかったよ、織姫。私も。今年も無事会えたようだな。天帝様！お父様、一年に一度しか会えないなんてもう耐えられません。どうか一緒にいさせてください。それはならん！またお前たちが仕事をしないようになったら、この天上界だけでなく、地上にいる人間たちにも悪い影響を及ぼしかねん。人間にも悪い影響？どういうことですか？そもそも今日は何の日か知っておるか？私たちが一年に一度会える日ですよね。旗織りの織姫と牛を使って田を耕す牛使いの僕、彦星が出会って結婚。一緒にいることが楽しくて、それで仕事を忘れてしまい、天帝であるお父様がお怒りに。泣かないで、織姫。それで一年に一度だけ会うことになったのですが。お前たちは七夕という言葉を聞いたことはないか？あります。短冊に願い事を書いて笹の葉に飾る行事ですよね。今日本ではお前たちの話と短冊に願い事を書く日を七夕と言っておる。それは知っていますが、七夕と私たちは何か関係があるんですか？もちろんじゃ。どう繋がっているかは大昔から話し合わせんといかん。今回は特別にわしの力を使って教えてやろう。大昔の中国だ。今からおよそ1800年前の7月7日じゃ。1800年前？お父様、こんなこともできるんですか？わしは天で一番偉いのだ。これぐらい簡単じゃ。そう、あの二人の会話はよく聞くんじゃ。今日は織姫様と彦星様、きっと会えてるでしょうね。そうだな。あの天の川を渡ってさ。私たちのことがこんな昔から知られているんですか？ああ、今日はとても彦星が輝いてるな。田畑の豊作を祈るのにもってこいだ。織姫も綺麗よ。私は織姫様にお裁縫の上達をお祈りするわ。農業の星である彦星様、どうか今年も田畑の作物がたくさん育ちますように。旗織の星である織姫様、どうか針と糸がもっと上手に使えますように。こうやって昔から彦星には田畑の豊作を、織姫には裁縫の上達を祈っておったんじゃぞ。初めて知りました。これを後に中国で気候伝と名付け、お祭りをしておった。気候伝？七夕じゃないんですね。七夕という名前は昔の日本でしていた行事と関係しておる。詳しくは移動してからにするとしよう。そりゃー、ここは日本ですか？その通り。今から1500年ぐらい前かの。あの少女は七夕爪じゃ。七夕爪とは何でしょうか？水の神様に豊作のお祈りをするため、7月6日の夕方から7日にかけて川近くの小屋の中で旗織りをする若い娘のことじゃ。その旗織り機が七夕と言われておったのだ。しっかりやるんだよ。はい、お母様。村の作物がちゃんと実るように心を込めて旗織りします。これでお前も立派な織姫だね。織姫？七夕爪ですよ、お母様。もちろん七夕爪が正式な名前だけど、織姫とも言われているんだよ。お星様に織姫という旗織の星があるだろ。その織姫のことを七夕爪と呼んでいる人たちもいるんだよ。天上の女神様である織姫様と同じ名前なんですね。天上の女神なんて。いいじゃないか。何千億とある星の中で
織姫は第2位の輝きを誇っておるんじゃから、そう思うのも当然じゃ。結構親バカなんですね。なんか言ったかの。いえいえ、一番光り輝く大犬座のシリウスは冬の星座ですから、この時期で言えば一番の星ですし、僕にとっても一番だよ。もう彦星ったら。話を戻せるぞ。はい。後に中国の祭り気候殿が日本の天皇家で行われ、竹に糸を吊るしてお祈りしておった。7月7日の夕方にしていたことから、漢数字の7に夕方の夕と書いて七夕の節句と言われるようになったんじゃ。その漢字は今も使われていますが、初めは七夕と言っていたのですね。七夕爪の小屋の周りにも竹がありましたが、魔除けになると言われているからでしょうか。それもあるし、年中色も変わらず伸び続ける植物じゃから、願いが天に届くと言われておったのじゃ。今は糸を吊るしていないですよね。この糸が歌を書いて吊るせるようにと短冊に変わってね。だから短冊にしているのは日本だけなんだよ。彦星詳しいのね。いやそんなことないよ。しかし日本中に広まったのはもっと後のことじゃ。次はその時代へ行くぞ。お父様、ここは何時代ですか？江戸時代中期、つまり今から300年ほど前じゃ。日本中に知られるようになったのはこの頃からなんじゃよ。江戸時代になってから広まったんですか？それまでは天皇や貴族たちだけの行事だったのだ。ここは寺小屋というところじゃ。子供たちが勉強する場所で、今でいう学校ですよね。あ、短冊にお願い事書いてますね。ただまたの行事は寺小屋に通う子供たちから広まったんじゃ。できた！あ、なんて書いたんだ？踊りが上手になりますように。あ、そっか、踊り習ってるもんな。おいらも書けた。字が上手になりますように。うん、本当練習しないとね。だからお願い事してるんだろ。七夕はしっかり頑張っていることがもっと上手になるようにお願いする日なんだからね。わかってるよ。今から字の練習するよ。えらい。そもそも七夕は叶うといいなというものではなく、頑張って叶えようとするものを書く日なんじゃ。でもこれは七夕の節句よね。七夕と言われているのは、私のことを七夕爪と呼んでいたからかしら。それもきっと大きいよ。昔から使われていた言葉が変化して残ったんだね。それは織姫、君だからこそだよ。今の日本の七夕は、お前たちの話と七夕爪と七夕の節句が合わさったものだと言われておる。私たちだけの日じゃなかったんですね。僕たちにお祈りしながらも、自分たちの力で願いを叶えようとする日なんですね。私たちもみんなに負けないようにお仕事頑張らないと。分かってくれたか。明日からまた離れ離れになるが、お前たちが運命に負けず頑張っているからこそ、人はただまたに願いを込めるのじゃ。そこを忘れんように。はい、はい。出演、織姫、重原知恵、彦星、水野博樹、中国の女性、桜井陽子、中国の男性、和田ゆかり、七夕爪、木村幸代、七夕爪の母、栗田瞳、女の子、安江よしみ、男の子、野田沙織、天帝中根隆でお送りしました。